う皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は7月の1日です。トマトですね、こちら今補助来てるんですけども、1段2段3段、今4段目つぼみっていう感じで来ております。まあこれから一番きつくなってくるステージという感じで、こちらでお伝えしていくんですけども、今回の動画に関しましては葉っぱに出てくる症状、これをお伝えしていきます。これ病気じゃないのっていう風にね思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、判断の仕方っていうかな、そちらの方をねお伝えしていきたいという風に思います。病気なのか病気じゃないのかということですね。まあちょっと私今のところまだそこまでなってないんですけども、ちょっとなりかけのものとかもありますんで、そういった症状ですよね、生理障害なのかそれとも病気なのか、そのあたりをちょっとねお伝えしていきたいという風に思います。まあ合わせて同時にですね、まあ解決の方法であったりだとか、これから出やすくなってくる病気であったりだとか、そういったものまでちょっとお伝えしていきたいというふうに思いますので、まあ何かの参考にしていただければ幸いかなというふうに思います。それではどうぞ本日もよろしくお願いいたします。やってってみましょう。よっしゃ、それじゃあね見ていきましょう。葉っぱに出てくる症状で、これは病気ですかみたいなね、そんなことをねお伝えしていきますね。今現在、ですけども、まあいい感じで生育できております。まあこの間追肥やって、今そうですね3日とかに1回ぐらい追肥してる形ですよね。で、それでもねちょっと今順調かなと思ってた時に今発見したんですが、あんまり順調じゃないなっていうのがね見えてきました。はい、これ病気ちゃうのっていう風に、ね、思われる方います。葉っぱこれ枯れてきましたね、これ、で、これはですね葉先枯れと言われる症状でございます。葉先枯れですね。で、なんでこうなるのかっていう話なんですけども、これね仮欠乏なんですよ。こっち大丈夫ね、で、仮欠乏が起こってくると葉先っていうのがこんな形で今ねちょっと来てるなっていう形ですね。やっぱりねメインで出てくるのはやっぱりこの4、5、6段目の一番きつい時、果実があって、それから肝伸ばす時、これが一番きついんですよね。で、窒素の何倍も仮っていうのは使うんで欠乏しやすい、そんな栄養素でございます。いくらね私もこれ追肥してるんだけど、まだこれでも足りてねえんだなっていうのが今あるんで、次はちょっと2割か3割増しくらいで仮欠出てるんで入れていこうかなというふうに思いますね、葉先枯れ。で、この仮欠が起こると何がダメなんですかっていう話ですね。わあ、これをちょっとひどくなってきたな。これ起きやすい品種じゃないんだけどね、やっぱりそれでもやっぱ要求量かな。やっぱ果実がたくさんついてるところっていうのはやっぱりちょっとあれだな、仮欠出やすいかもしれないね。これね起こりますと何がダメなのかっていうとね、やっぱりこのここっていうのがね死んだ葉っぱになってくるわけです。枯れてくると、枯れてきた葉っぱがこれですね、カビの温床につながるんですよね。この死んだ葉っぱにつくカビが灰色カビって言いまして、ダメにしてしまう一番の元凶になってくるんです。私結構これ悩まされるんでね、今年はもうちょっとそういうの出さないようにしていこうというふうに決めてるんで、次は本当に4割増し、3割増しってたけど、やっぱりもうちょっと仮剤足した方が良さそうな気がしますね。今日やっぱり足すか。そんな形です。はい、これもちょっと仮欠出てきてますね。これ病気じゃないんですかってよくね聞かれる時もありますけども、病気じゃなくて、要素欠乏っていう形でございますから、そこだけねちょっと気をつけた方がいいかもしれない。今日もう一回ちょっと追肥しよう。これダメだこれ。はい、で、これが何かな、これ花粉だね。蜂がちょっとついた花粉かなこれは。今のところ病気っていう病気は出てないので、次注意しなきゃならないのが、まあこういった生きた葉っぱについくのがうどんこだったりハカビだったりもするんですけれどもね。ハカビも蔓延しそうな雰囲気あるな。そこのあなた、高評価コメントもよろしくね。ちょっと気をつけなきゃいけない。で、今の時期から暑くなってくる時期、まあ皆様方の方の地域ではもう出てると思うんですけれども、アザミウマであったりだとか、そのあたりはちょっと注意していかなきゃいけないよね。いやー、まあ、生育的には問題ない、花の数的にも問題ないし、節間もそんなに伸びてない。まあこれ伸びてるけどね、ここは伸びてるな。
この節間見るだけでどういった天気だったかって大体分かってくるね。これは大丈夫で、ここ伸びてるでしょ。ここの差とここの差全然違うから、曇天だ。この辺りは若干天気良かったのかもしれないね、でここ天気悪い、そんな形で、まあ節間伸びてるね。やっぱこの節間が伸びるとやっぱり軟弱徒長っていう部類になってやっぱり弱まってくるんですよね、成長点が。はいです。まあこれ病気ちゃうのって言われたらね、ちょっとまあご安心いただきたいなというふうには思います。葉先が枯れてるだけですね。で、葉っぱに出てくる症状でもう一つあるのが駆動欠ですよね。これは本当に全体的に葉っぱの色が薄くなってきたりだとかします。そうすると駆動が足りないとね、今度葉緑素の元でございますから、駆動が足りないとやっぱ光合成が弱くなってくるんだよね。まあこの辺りがちょっと難しい時のバランスなんだけども、まあ石灰駆動カリヒって言ってね、4対2対1って言われる部類なんだけども、まあ石灰が4で駆動カリっていう形なんですけどもね、この辺りのバランスでできてくるんだけども、やっぱカリがねすごく動きやすいんで、ガンガンこう入れてやんなきゃいけない感じでございますけどもね。でカルシウムっていうのがやっぱり動きづらくて、夏場になってくると余計動きづらいのよね。畑に必ずカルシウムっていうのはあるんだけども、カルシウムがうまく吸えてないとね、果実に今度障害が来ますよね。シリグサレっていう部類で出てくるんだけどもね、まあ今のところちょっとそういった症状は起きてないからうまく吸えてるなっていう形で、夏場の暑い時っていうのはやっぱり根が動きづらくなってきたりだとか、なんていうかな、やっぱりどうしてもその生育が止まってくる時期でございまして、暑くなってくるとやっぱりカルシウムというのが吸いづらくなってくる形ですね。カルシウムというのがやっぱり動きづらいんですよね。で、シリグサレ起きてくるんだけどもね、その際にはやっぱちょっと灌水の量を多くしてあげたりだとか、土の中の養分を分解して、作ってあげるとかね、そういったことがちょっと重要かなというふうに思います。いやー、でもちょっと出てきてるな、葉先枯れが。この辺りでね、ガツンとこう入れたんだけども、それでも足りねえか。ちょっとまだこの SC7167 っていうね、名前ついたらしいんだけども、ちょっとまだ霊下の方が育てやすいなっていうのがあるな。霊下の方がね、こういったカビの症状っていうかなりにくいんだよね難しいね。はい、まあパッと見た感じではそんなにね悪くないので、ちょっと要素欠乏出てるとこいっぱいありますから、今日はカリの方ですね、ちょっと資材投入していきたいというふうに思います。まあどっちかというと PK 資材ですね、私の場合は。滝の PK 液比ってやつを使っています。まあリン酸とカリがね入ってて、カリがガツンとこう入っている商品ですし、まあ滝の商品だとフルボ酸とかも若干入ってるのかな。でアリン酸も若干入ってるんで、花芽にもいいよっていう形でね、はい、そういった商品使っておりますけどもね。まあこれまた載せておきますんで、私が使ってる PK 資材ね、はい、カリがガッチリ効く商品でございますんでね、そちらの方、まあカリショットも使ってますけどもね、今年はちょっとその滝の商品使っていこうかなというふうに思っております。載せておきますね。はい、こんな形で、まあ病気ではないよという感じでございますから、ご安心いただければいいかなというふうに思います。まあね、病気なのかどうなのか、この葉っぱに出てくる症状ってね、やっぱりある程度こうやってないと難しいところ、まあトマト農家さんはね、大体わかると思います。で、やっぱりね、よく質問いただくんでね、本当に、お答えはするんですけども、まあ、DM とか、インスタ、ツイッター、私やってますんで、そちらの方で画像とかね、送っていただければ、何かね、わかんないことありましたら、お答えできる範囲ではお答えしていきたいなというふうに思っておりますんで、まあよろしければそちらの方ですね、DM の方いただけたらいいかなというふうに思います。まあ分かる範囲でお答えしますしね、やってることとやっぱりやってないことで、やっぱり私もね、知らないことの方が多いですからね、はい、ちょっとね、そこだけちょっとご了承いただきたいというふうに思います。結局葉っぱに出てくる症状で言うと、まあ駆動欠であったりだとか、まああと、まあ、カルシウムもね、あれだとチップバーンとかも起きてくるんだけど、まあカルシウムに関してはそういうのはないです。シリングサルの方が慌ててきてくるから、まあ葉先枯れがやっぱり起きやすい、そして駆動欠もちょっと要素欠乏で起きやすい、まあ放射マンガンとかもいろいろあるんだけれども、そのあたりはねちょっと出づらいんで、パッとこうね症状、これがマンガン欠乏ですよ、放射欠乏ですよとか言いづらいですね。まあ放射欠乏はね茎とかに出てくるんでね、なんとかわかるんですけどもね、鉄欠乏であったりとかね、リン欠だとかね、リン欠は紫になるんでわかりやすいかな。
まあ、そんな形でございまして、まあ、皆様方の何かのお役に立てられれば幸いかなというふうに思います。はい、私、先ほども言いましたけども、インスタ、ツイッターやってますんで、よろしければそちらの方のフォローもぜひね、お願いします。それから、皆様方いつも本当にご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にありがとうございます。励みになっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様方本当にご視聴、ありがとうございます。バイバイ、したっけね、ご視聴、ありがとうございました。